黒田道博のレディオファントム。皆さんこんばんは、黒田道博です。ラジオファントム改め TV ファントム始まりました。いかがお過ごしでしょうか。というわけで本日はですね、新しいスタジオで、ね、はい、お送りしたいなと思っておるわけですが、なんかちょっとした TV ショーっぽいですけれども、ここはですね、まあ、今までずっと、ね、ラジオを撮ってた、会社の新たな、ね、まあ、オフィスということで、でまあ、ご覧の通り、ね、白堀で、だからね、今日はね、ちょっともしかして、もう今もそうですけど、トラブルがね、はい、発生するかもしれませんが、その辺はちょっとお許しくださいよ、不慣れなもので、僕もね、なんかまだね、ちょっと居心地悪い。居心地悪い、うん。いつもこういうね、白バッグにいるときは、メイク、バキバキで、かっこいい衣装を着て、ね、照明もいっぱいあって、はい、かっこいい教団をね、撮られたいという一心でここにいるもんですから、なんか若干ね、なんでここで喋らなきゃいけないのかなと思いつつも、でもね、この場所でやれることっていうのがやっぱいろいろ膨らんできますね。まあもちろん撮影もそうですけども、なんなら PV も撮れんじゃねえのとかさ、あといろんな人呼んで、うん、ライブできんじゃねえの、まあ、そういう部分ではいいかな。あとね、ちょっとお見せできないんですけども、こっち側のスペース結構広くてですね、スタッフも何人もいてですね、バーカウンターもあってですね、なんなら放送中も酒飲みたいぐらいですけれど、まあまあ我慢しましょう。どうですか、どんな感じにみんな放送が映ってるの、これは。どうです、あの髪伸びましたねとかはいいんで。スタジオどんな感じですか。上のなんかね、黒いのがね、これちょっとマイクなんでしょうがないんですけどね、まあ後で直してもらいましょう。そう、実際なんか本当夜中のお笑い番組みたいな感じになってるけどねえ、いやいやいや、ちょっと慣れてきた。まあ、実際その、まあ、そんなめちゃめちゃ広いわけではないですけれども、ちょうどいい大きさと言いますか、ね、まだね、出来たて500円なので、それはまあ、ここの社長さんも汚したらすっげえプンスか言うんだと思いますし、ね、でもね、ちょっとね、汚したくなる、なんでだろう、汚したくなるよ。暗いですか、はい、後ろにあるのはキノコですか。そうです、キノコです。はい、これいつしかトリプル X というライブでね、スウェイゲームという曲でマリオのコントをやった時に登場したキノコなんですけれども、なんかね、引っ越しても愛されてるというか、ここの社長があれなんだよね、キノコ好きなんだよね、キモい。はい、あと音はどうです、聞き取りづらいですか、大丈夫、ちょっと聞き取りづらいっていう人もいますけれども、はい、まあ、いろいろ調整していきますので、はい、ということで、まあ、喋りすぎましたね。そう、昨日、昼過ぎに、まあ、夕方ぐらいにライブと、まあ、ファンクラブイベントの、ね、ミーティングがあったりとかして、でそれ終わりで、うちの、ね、黒田バンドのドラマ奥田康弘、何してんのみたいな感じで、はい、連絡がありまして、じゃあ一緒にご飯食べようかと、で向かいました。で、まあ、そこは安さんの行きつけのお店でね、もうほぼ毎日行ってるんだよ。
しましたけれども、そこの焼酎がですね、凄まじく、まあ、ね、酔っ払う焼酎で合法だとは思うんだけど、僕が普段飲む焼酎とかは置いてなく、まあ、芋焼酎とかさ、麦焼酎とかさ、そういうのはなくて、いやもうそのお店オリジナルなのかどっから仕入れてるのかわかんないですけど、まあそれ 1,2 杯飲んだら結構クランクランきてテンション上がってきて、もう安さんと一緒に飲んでる時点でテンション高いんだけど、でそこでまあ飲んでライブのね、77の話とか66の話とかいろいろして、でその後ちょっと小声で彼がラーメン食いに行ったんか、多分断られるんだろうと思ってたと思うんですよ。だけど僕もその手前でね、すいません昨日食いすぎました、ほんともんじゃ焼き食って、その安さんと合流する手前でマネージャーともんじゃ焼き食って、焼きそば食って、その手前のミーティングでピザ食ってでそこからまあ2時間ぐらい空いてラーメンで、僕もそのラーメン屋で油ギトギトの背脂すっげえ入ったラーメンをですね、まあ、ね、食べてですね美味しかったですよ。で帰りちょっと遠かったので久しぶりに電車乗って帰ろうと思って、まあ落ちた人はその電車僕乗れずにですね、あ乗れたんだけど乗り換えが分かんなくて本当ダメですね、もういや酔っ払ってるせいもあるんだと思うんだけど全然分かんなくて本当に、まあ頑張って、あ反対のホームにいました。それに乗ろうと思ってギリギリまで行ったんだけど間違いに気づいて反対に戻って、で、その手前でやっさんと一緒に帰ろうと思ったんだけれども、やっさんが「どれお腹痛いお腹痛い」って言って歩いてる時にね、駅に向かってる時に「お腹痛いわ、なんかすごい、わし小学生の時の気分になった、もう無理、もう無理もうダメだ」とか言いながら「ちょっとそこのローソン行くし、じゃあね」とか言われてさ、俺置いてけぼりでさ、こうじゃあねっつって、あの後やったらどうなったのかは知りませんが、もうすぐディアも始まるのでその時に聞きたいなと思っております。はい、ですね、まあいろいろ頭から話しましたが、本日のお題、まあ6月6日で僕めでたく40歳になりますけれども、大台の誕生日エピソードを20歳になるとき、30、40になるとき、人によっては25歳になるときが特別だったということもあるかもしれません。そのとき、こんな気持ちだったを教えてください。そして、ルクロクライブの1曲目を当てよう。はい、そして、トリプル X、ね、ゴールデンウィークになりましたトリプル X の感想、普通オタクルダの質問などなどお寄せください。投稿して採用された方はですね、まあ、せっかく僕はスタジオなので、ここで撮った、はい、写真を添付してプレゼントしたいなと思っております。ラジオアットマーク666NK.com までお寄せください。またここ変わるんですよ、いつも高屋の提供だったんですけども、この番組はちょうどいい大きさのスタジオレンズマンよりお届けします。本日の1曲目どうぞ、レディーゴー。
初めて信じろって歩き直す風に乗せた果てない想いをわがまま言うから Let it go, let it go 飛びするんだ夢見た場所と違う場所にいたて明日を変えてくのさ冷めよう時代のないものねだりに Let it go, let it go ふらつかずに未来 Your life This is a dreamless 黒田道博のレディオファントム。聞いていただいた曲はレディーゴーでした、はい、ちょっとマイクとカメラを近づけてみたのですがこれ音どんな感じになりました。ちょっとお風呂場抜けた感じですかまだお風呂場っぽい、まあ、しょうがないんだよね、どうしても反響しちゃうので、はい、まあ改善しましょう、いろいろね、今後。今日は許してください。はい、ですね、まず近況なんですが、まあレコーディング、やっておりまして、まあ10枚目のアルバムですよね。はい、こうね。まあ、時間かけて作ってるんだけど、去年とまあ違うのは例えばツイッターとかで僕その日のテンションによってこう書いたり書かなかったりとかテンション上がってる時はやっぱ書いちゃうよね、うん、でその時はやっぱすごい自信満々なんです正直、うん、去年よりもなんかすがすがしくこう音選びとかもメロディーも作れてるし、あとはまあ歌詞ね、歌詞もちょっとずっと言ってるそのロッカバラードはなかなかね、まだ書けないので久しぶりに手ごわいなと思いつつも、それも楽しかったり、うん、かと思えば、まあ、作業終わって、家帰って、冷蔵庫開けてビールの缶を開けた瞬間にひらめくんだよね、ひらめいて、ああ開けたのにっつって一口だけ飲んでどこ行ってうわーって書き出してもう思うがまま書いたらある程度ワンコーラスできちゃって、その時夜中の、まあ、2、3時ぐらいにもできたのかな、うん、で朝起きてまあ読んだら全然嫌いになってなくて、でまあ膨らましたら夕方ぐらい 3時ぐらいかけたかな、うん、かけて、うん、まあまあいいですよ。でタイトルも予期せぬタイトルになっちゃってどうしようかなって、まあよくあるじゃないですか僕のあのシリーズものの、うん、ロックンロールスターとか、まあ、そういうシリーズものあるんですけれども、その曲はですね、まあそういうおちゃらけた感じのものでもなくしっとり、まあ、しっとりなんだけどすごく心ウキウキするタイプの大人な感じというかクールさもある曲 で、 うんで、まあ、過去にあった曲タイトルのちょっと言葉を変えたものを入れてみたらぴったりの世界になっちゃって、あこれいいかもなって思って、まだ決定ではないんだけどそんなことをやりながら自分自身こう、まあ、楽しみながら今歌詞とか書いておりますが、はい、曲はまあちょっとお休みしてるね。曲書き出すともう頭がどんどんその新しいメロディーになっていくので、ライブモードに入っている時はなるべく新しい曲は書かないようにしてるんだけど、言葉はいっぱい出てきて、まあそういうモードに今入ったので、だから多分ね、ツイッターもねダダッと書いちゃうんだと思うんだよね。どうなのあれで、順調に進んでまして、バビちゃんも手応えありと言ってるので、そのままね頑張って作っていきたいなと思っております。さてよくメールとかでツイッターとかでもらうのは歌詞書くのって難しいですよねとかも聞かれるんだけど、うん、それは難しいっすよ、本当に難しいな。年を重ねるごとに難しいなと思うし、あとはここ最近よく思うのは昔は早く大人になりたかったりとか
か、大人の恋をしてみたんだけど、こんな恋したことあるみんなみたいな感じの、なんかちょっと自慢げな言葉選び、世界観とかね、そのシチュエーションもそうだけど、そういうことを書いてたんだけど、最近なんかね、本当に大人になっちゃって、だんだん幼くなってきてるような気もする言葉選びが、いやそれはそれでなんかね、まあ、自分に頑張れ、いつまでも少年の心を持っとけよ黒田っていう思いがあってそれを選んでる、そういう感じになってるわけじゃないんだけど、なんか今までこう例えば野球で例えると9回裏ツーアウトフルカウント残り1球バッター誰々最後の1球何投げるみたいな時に、散々そこまでカーブとか、ね、ウォークとか投げて、アウトを取ってきた。でそのカーブもフォークもシュートも、ね、スライダーもなんかいろいろ投げ方を勉強して、ああじゃないこうじゃないって言ってこう言葉をさ選んで表現してみたりとかして、ああ今なんかカーブ投げたつもりがスライダーに横に曲がっちゃったみたいな、分かるかな野球の説明って、そういうまあ偶然とかもあったんだけど、ただ自分自身ボーカリスト黒田としてはもうお客さんにもチームメイトにも対戦するバッターにもこいつ絶対それ最後の最後ドストレート投げんなんてもうバレバレなんですよ。でもそうやって僕は歌ってきたつもりだし言葉書いてきたから、なんかあのカーブやフォークやみたいな感じをなるべくもうちょっとシンプルにしてみたいなと思って、いやでもそれストレートを投げたいからね、投げれる自信があるからね、そうなっていってるのかなと思いますけどね、まあ、ちょっと伝えきれてなかったな今、はい、で、そうゴールデンウィークのねトリプル X、 はい、感想今日本当すごい、僕のこの間の写真集より分厚いぐらいメールをいただいておりますが、ちょっと読みきれねえな、ねえ、はい、トリプル X 感想いただいております四つ葉ちゃんですね、今回楽しめました。特に印象だったのはそれはさておきです、知らない人もいるかもしれないんですけど、まあそれはさておきという、まあ、すごく変態な愛の表現の仕方は、まあ分かりやすく言うとストーカーですね、その子が主人公だった曲なんですけども、まあそういう内容なのでそんな滅多に歌ってこなかったんですけども、この間やりまして、黒田さん自身が怪しかったんですが、壁に出てきた黒田さんの影自身が非常に怪しくて見入ってしまいましたと、さとみちゃんはですね、あばらめちゃめちゃかっこよかったです、そうあばらというニュースタイルもやりましたね、いつものオリジナルメンバーとちょっと変えて、江草一平というギタリストを入れてですね、3人で同じ衣装でね、臨んで、でそこだけで、新しい曲をキャノンボールという曲をやったんですけれども、キャノンボールに一目惚れ、イントロとギターに度肝を抜かれました、はい、歌詞が知りたいです。それから個人的にはハバネロトリプル X バージョン好きです、いつもの縦乗りとは違う楽しさを知りました、はい、ちょっと変えたんですよ、4つ打ちをきつめにしたというか、まあ賛否両論アンケート読んだらありましたけど、まあまあ楽しかったですか、はい、そして美香子ちゃんですね、2日間とも全く違うライブに関して本当に楽しかったです、今回のトリプル X でちょっと驚いたのがスターレットです。正直なところ、アルバムでスターレットを聴いた時にはこの曲がトリプル X アレンジになるなんて全く想像できませんでした。この曲をトリプル X でと考えたのはリンクですか、それともチャッピーですか、これ多分僕ですよね、はい、去年のバニラスカイツアーの最中、あ大阪かなあれ、多分大阪で前かとか忘れましたけども、ライブのね、ご飯を食べて、その時にチャッピーに電話して、はい、うん、いいんじゃないのみたいな感じで話したのを覚えてますね、はい、スターレットすごくいいと思いますよ、これ名曲だなと思います、僕
して夏希ちゃんもですね、それはさておきですね、歌も仕草もとにかく黒田さんの全てがすごく怖くて気持ち悪くて、曲の本性をようやく知ったような気がしました、はい、若い黒田さんにはなかった今の黒田さんならではの表現だったと思います。でも手を双眼鏡にして覗き込む姿はセブで私たちが泳いでいるのを上から眺めていた時の仕草と同じで、そこだけは笑っちゃいました。あのファンクラブイベントでね、セブと行った時に、みんなで泳いでたんです。で僕がこうちょっと男心を表に出してですね、覗くこう冗談ですけどね、仕草をした。そして新間さんですね、特に一平ちゃんの不思議な色っぽさのあるギターとメガネにはキュンキュンしてしまいました、そして何より久々にそれはさておきが聞けたのが嬉しかったですと思ってた通りの気もかっこいい黒田さんのパフォーマンスにいい意味で背中がざわざわしました。そうね、そう今回ね、水江さんもそれはさておきのリン君の目線の使い方にドキドキ怖いながらも釘付けになってしまいました。はい、ありますが、まあ自分の新しい、まあ、あばらっていうスタイルで新しいこともやりたかったし、自分で今まで決めたパフォーマンスとかも確認もしないでそのままやってみたいなと、今だったらどういうこととかするのかなみたいな、僕的にも実験だったし、まあ、お決まりのね、そのポーズとかパフォーマンスも大切ですけれど、なんかちょっと崩したかったとか、いや自分でも気持ち悪かったですよ、こう斜めになってこうやって歌いながら、これ何やってんだろうと思うよ、もうあれ入ってるんですよね、僕ね、だからもう再現できないですから、何をやったかさえもあんま覚えてないし、どっぷり曲の中に入って歌わせてもらって、でも歌詞を改めて読むとえげつないですね。怖い、キモい、キモキモい、本当ね。そしてですね、ちょっと曲の方に行きましょうか。まずね、はい。はい、それではお答えします。それは先ほど聞いた。あなたの向こうの物なんだって。
て血の上なんてもない。間違いに気づいて僕はそれほど僕を追ってないから、あなたの死ぬならに僕らで一つも答えてないだろうか。黒田道博のレディオファントム。雨降らなきゃいいけど、これでさ、多分雨降ったらすんげえ文句言われるよね。ましょうかね、そう、はい。ちょっとね、トリプル X で読み切れないんだけれども、バニラスカイ66ちゃんからですね、ニュースタイル視覚聴覚にも新たな発見で、かっこよかったです。黒田さんがおっしゃってた一平ちゃんの要所要所で飛び出すタイミングがかっこよいっていうのは私もすごく共感できます、ね、あいつかっこいいよね。すごい若い時の布袋さんに似てるんだよね。ボーイの、まあ、そのブレイクする前のなんか少年みたいな時の布袋さんに、うん、でエリコちゃんはですねもうそれはさておきね、友達はやっぱり怖いと言っていましたが、私はその怖さがかっこいいから好きと、新曲がたまらなくてよくてニヤニヤしちゃいました、ね。それとアイリンちゃんもそれはさておき、フーダのパーフェクトマイムが上手すぎて怖かったです。ネルグラップは1回目はちょっと歌いにくそうでしたが、2回目は気持ちよく歌えたみたいですね。キャノンボール歌詞は全然わかりませんでしたが、めっちゃかっこよかったです。パーカーのフードをかぶって歌うクロリがビーズのイヤーのサンプじゃない、かっこよかったです。そうでしたか。マリープンちゃんもですねメガネ男子、お揃いの T シャツでよかったです、ね、いろいろいただいております、ありがとうございます。アコちゃんもそれをさておき、まあ、これでね、またやっちゃうと飽きちゃうんだよ。ってなると、また違うああいうタイプの曲を書けばいいんじゃないのっていうね、はい、なっていきますんで、はい、そうなんですよね。だから、まあ、ある程度アルバム曲も何曲か出てきて、次ちょっと、うん、まあ、変態な曲も書いてみたいなと思
います。そして、誕生日エピソードですね。これ本当多いわ。いろいろいただいてますけれども、さとみちゃんはですね、二十歳になるときは早く大人になりたくて、何でもできちゃいそうな無限大にある可能性にワクワクドキドキ怖いもの知らずでしたが、30になるときは自分の夢や生き方に不安や焦りを持ち、これでいいのだろうかと、29歳の年に、1年かけて自分がどうあるべきか、どう生きていきたいのかを考えて、答えを探しました。ラジオファントムのメール投稿で、リンクに30代楽しいぜと背中を押してもらったのも、覚えてます。ありがとうございますと。30代楽しいでしょ、そして、ポモナちゃんはですね、やっぱり30になるときはすごい嫌でした。かっこ号泣。20歳はやっと大人の仲間入りと期待でいっぱいだったけど、あっという間に30になってしまった気がしてすごい憂鬱です。あと2年で40か、微妙ね。え、黒田さんは今どんな感じですか？男性は年齢を重ねるごとに、ね、渋さが増していいのですが、女性は微妙ですよね。そんなことないよ、ほんとそんなことないよ。そしてですね、これはですね、ラジオネーム水色奈々子ちゃんですね、はい。私はアラサーからアラフォーになるのが嫌で、34までは四捨五入でアラサー、35歳は切り捨てでまたアラサーと言い張ってました。まあ36になってようやくアラフォーで受け入れましたけれどもね、涙。次は40のお題か。男は年を取っても渋いと、まあ、まあみんな言いますね、でもほうれい線やシワが出ないように体操したり野菜食べたり毎日頑張ってます。その心がけがいいんじゃないですか。そして空ママちゃんですね、4月7日なのですが、その私にとって特別な誕生日エピソードは数年前の4月7日に行われました、リンズデイキャンプです。誕生日当日にクラスに会えることを話せることができて、しかも誕生日ということでを伝えたところ、おめでとうと言葉までもらえて本当に嬉しかったですと、そして今年の7月7日はライブどうしても参加したいので、私は実家九州から両親に上京してもらい、ね、両親に子供を数時間見てもらって、ライブに参加したいなと。ありがとうございます。お母様ありがとうございます。マリちゃんはですね、誕生日はやっぱり体力も落ちるし不安もあったけど、ね、精神的に安定しました。開き直りみたいな。クワさん、いい男になりましたね。いつまでもそのままでいてください。ありがとうございます。四つ葉ちゃんはですね、お題とちょっとずれていますが、私は誕生日が結婚記念日です。なので2年後のお題に乗る30の誕生日が楽しみです。いいね、誕生日。忘れないもんね、旦那さんもね。これはね。東郷さんですね、はい。何歳の誕生日が特別だったということではないのですが、3年前くらいから、親友たちとサプライズ誕生日会をしています。どこに行って何をするかは本人に内緒で、プレゼントもコインロッカーに入れて鍵と地図を入れた箱だけ渡したりと、いろいろ工夫したり、思い出写真とメッセージ付きのスライドを作ったりと、いろいろ手の込んだことを毎回しています。私の時はリンクの曲の BGM でスライドを作ってもらい感動して泣きました。今ではサプライズされると分かっていながらも毎年何をしてもらえるんだろうと、前日は子供のようにワクワクしちゃいます。そんな親友たちと誕生日会があるから年を取っていくのも楽しみの一つです。いいねこれ。リン君は今までサプライズをしたことありますか？サプライズ、まあなんか自分自らはないですよね。なんかその、マネージャーの誕生日とかにはしたかな。したっけな。去年俺すげえ猛ダッシュでケーキを買いに行った覚えがもうパーティー始まってんだけど、うわっ、知ってこい。ゆきちゃん、6月3日で30歳になります。もうすぐ20代じゃなくなるっていうことが結構ショックです。男は30からだけど、女は30過ぎると売れてくるような気がしてきますねえ。まあ、ちょっと
書いてありますけど、いやそんなことないって本当に本当にマジで。新馬さんはですね、私にとっては自分の誕生日よりも父親が65歳を迎えた誕生日の方が感じることが多くありました。65歳といえば定年退職の年、バリバリ働いてた父が仕事を離れほっとしたような寂しいような顔をしているのを見たとき、なぜかわからないけれど、あ、これからは養子のためにも私ももっと大人にならなきゃいけないなと漠然と思った覚えがありますと、はい、と言いつつ娘はまだまだ心配も迷惑もかけっぱなしなのですが、いや子供はね、親に心配かけるのがいいと思います。親もね、絶対その方が嬉しいと思うよね。まあ、本当に迷惑かけちゃいけないよ。かわいい、なんかね、感じも。僕もありますもん、なんか、ありますよ。この間の電話でずっと喋ってましたけど。まあ、うちの親、ね、かわいらしい。この間電話した時は、なんか旅行とかよく行くんですけど、後ろがね、すごくうるさくて、またどっか行ってんのかなと思ったら、今、うちにいるよとか言って、いや、なんかもう、町内の誰々さん、誰々さんが遊びに来て、もうお父さんとどんちゃん騒ぎしてるんです。もうそれだけでいいやで、幸せそうな両親ですが、はい。ねえ、もう本当、大台ね、いろいろあるんですよね。待ってね、読めるとこまで。ちょっと曲先に行きます。はい。ハローハローハローとセルライブバージョンですね。続けてどうぞ。心
飾れあって負けるな負けんじゃねえよって叫んでるんだその声力なり僕は今逃げ隠れず生きてゆける誰かを愛し愛されたいから誰かを傷つけてしまう僕らそれが怖いから立ち止まっては振り返るんだよ黒田道博のレディオファントム3時も終わりですね、はい特別な誕生日の思い出といえば20歳の誕生日がアイスマンのデジミューの福岡公演で周りの友達が誰も行かないと、言われて一人ぼっちで福岡見に来ました思えば一人で地方公演見に行ったのもあの日が初めてだったようなあと、加藤登紀子さんとのテアトルフンガリーでやったのも誕生日で特別な思い出になってます、懐かしいなあこちゃんはですね、話題がちょっと変わってしまいますがバイト先での、この3月で高校を卒業した女の子たちは、みんな口を揃えて制服が着られなくなるのが寂しいと言ってました学生服ってことですよね制服は今後もね、いっぱい着れますよ、いろんな だから3月中は制服を着て友達みんなでディズニーランドに行ったりするんだと出ました、意外にも早く二十歳になりたいとも言ってて理由を聞いてみたらお酒や携帯買う時の親の許可が必要なこととか、未成年だから不便が多いとかとのことそして最後に早く二十歳になりたいけどずっと二十歳でいいとなることと思いました、まあ、そうです皆さん成人式にとって覚えてますか自分のちょうどなんかね、高校卒業して大学する行ったりとか、仕事したりとかね、久しぶりに会う人たちもいっぱいいて、かっこつけたい時でしたよね。僕はそうだったんです。なんか言ったっけな、こう黒いスーツ着て赤いシャツ着て、とりあえず目立ちたいみたいな感じで。今もとダッセーなと思いますけど。ともこちゃんはですね、30歳になるその前の29歳の誕生日を過ぎてから今度は30になるという意識が強くなってしまいまだ29なのに30のような気になってしまいました
だから32年過ごした感じでした。なるほどね。まあ30なら子供ですよ、って言ってまたね、何年かしたら40なんて子供だよ、全然大人の渋さもねえやって言ってるんでしょうね。タカちゃんはですね、二十歳の誕生日は特別だったと思います。最初に思ったのは、これから悪いことをしたら名前が載っちゃうってことです。あとは父親と二人きりでお酒を飲みに行ったことですね。これはね、俺もね、すごい覚えてる。本当嬉しかった。誰にも文句言われないし、親父もね、嬉しそうだったし。レントちゃんはですね、30歳になるときですね、現在33のゾロ目です。私が30になるときはお腹に赤ちゃんがいて、出産予定日1ヶ月前くらいでした。なので30歳になってから子供を産んだのですが、嬉しい反面、あと1ヶ月早ければ30歳手前でママだったのにと、女性ならではの心境でした。子供も3歳になりました。66ライブで少しだけ一緒に行こうかなと思っています。入り口あたり、いつか一緒にライブ行けるよう楽しみに育て頑張ります。嬉しいね、こういうメールはね。ということでね、いろいろ読みましたけれども、はい、まあまあ、でも、ね、数字で考えるとやっぱちょっとゾッとする時もありますよ。だから僕は、まあそれは男も女も関係なく、やっぱりね、こうやってまた一つ年を重ねられたっていう幸せ、いろんな人と出会い、その分ね、出会い、去年よりも楽しいこと知ってるだろうし、去年よりもその1年間で悲しいことも知ってるから、やっぱ人としてはいろいろね、成長してるから、やっぱなんか優しい気持ちには大人になるとなっていきますよね。ただやっぱまあ少年少女の時の気持ちも忘れたくないので、僕なんか歌詞にそういう思いを託したりとかもね、するんで、まあまあ恵まれてはいますけれども、いやただね、あの若作りとか良くないよ。だから別に俺茶髪が若作りとかっていうことでもないんですよ。自分の中で自分が今かっこいいなって思ってるからやってるだけで、もうつなげきれの若作りではないし、ただリビあの個室行ったら、ああやっちゃう服ねえやとかさ、あジャケット会社だとかさ、洗濯してねえやとかさ、いろいろあって、これ着てみようかなと、あのそうそう、だから先月新しいスタジオでやるからまたジャケット着てくるよとか言った覚えはあるんだけれど、なんか俺なりにここの新しいスタジオにね、こう来るあの服装としてはやっぱデニムがいいんじゃねえかなって思って、ね、社長もその方が喜ぶんじゃないかなと、はい、思っております。まだギリギリ来ますね。はい、ということで、曲を聴いてください。ここから始まりましたね、スリルバカンス、どうぞ。
これ喋っていいですか。はい。今これ広告が流れてる。ちょうどいい大きさのスタジオ、レンズマン。スタジオレンタル3500円から1時間。安い。これ宣伝、宣伝ね。写真撮影4500円から。でもここ一般の人でもいい撮っていいの。あ、そうなんだ。4500円から、いいですね。これ皆さんぜひぜひ何か記念の撮影の時は使ってあげると嬉しいじゃないですか。ここの方は、僕も一回ね、一回というか一回撮ろう。すごい CM 長いですけど。はい。黒田千尋のレディオファントム。はい。そうですね。まあ、CM ね、新しい形でやってみましたけれども、ぜひぜひ皆さん使ってください。うん、で。さっきね、ここで撮った写真があるんですけど、まあ、メイクもせず、衣装もこんな感じで、ね、ラフな感じで。まあ、まあまあ。で、これをですね、今後、ここで撮ったやつをプレゼントするという形でよろしいでしょうか。あんまりリアクションなかったけどね、はい、こんな感じで、まあ出てね、アーティストはね、こういう宣伝苦手なんですよ。はい、もう時間もないんですけども、ちょっと、もうすぐですね、はい、六六ライブ、ね、40歳になります。めでたく40歳だって、まあ40嬉しいですよ。やっと40になれるなと思うし、まあね、あとはやっぱ最近その年下の子後輩が多くなってきたので、なんかしっかりしないといけないなと思う気持ちと、あとは僕らのお兄さん、例えば、まあ、バビジャンとかもスタッフの人たちにはやっぱ前よりも甘えちゃうよね、甘えるのとこうガーンっていうのがすごく激しいというか、そうなっていきますので、ね、ぜひぜひ皆さん誕生日遊びに来てくださいね。はい、それでは今日のお題、もう一つはですね、66ライブの1曲目を当てようということで、マリーナちゃんはですね、スリルバカンス、先ほど見ていただきましたが、40歳節目の原点からスタートということでもあるのかな、スリバカにします。希望はワンエンドなのですが、さとみちゃんはですね、大きな嘘のレインボーでもギリギラサマーグッドラックマテンドも捨てがたいと、そしてポモナちゃんはですね、スリルバカンス、難しすぎるだと、ポロリンラブちゃんって言うんですかね、これは、はい、ギリギラサマーか、合鍵とナイフ、マリちゃんは、ブルドッグと行きたいですが、合鍵とナイフとかも聞きたいです。はい、水江さん、1曲目ってやっぱりかっこいい曲が多いと思ったのと、バンドでやっぱり聴きたいと思う曲の一つです。Future in Blue。 おぉ、 Future in Blue。 やよいちゃん、私の予想はハローハローハローですよね。中盤に来そうなこの曲、あえて1曲目に始めようぜ、世界を変えに行くといくんじゃないかな。リスコちゃんはですね、他に何もいらない、ね、母が、入院したときとても悲しかったのですが、この曲を聴いて笑顔でいようと思えたので、両
の人に感謝する、曲になってしまいなりましたと。ね、今お元気ですね、はい。母は車に乗っている時にこの曲が流れるとなぜか鼻歌を歌います。あやかちゃん、ウォーク、はい、理由はなんとなく めぐみちゃんはですね、当てることはできなさそうなので聴きたい曲を考えてみました。40歳になったリンクに最初に歌ってほしいなと思うのは YOU です。数年前の誕生日ライブでも1曲目だったと思うのですが、節目のライブでやっぱり聴きたいなと思いました。キョコちゃんですね、ありがとうございます。は日食の日の写真をいっぱい送ってくれたりですね、ありがとうございます。66ライブ1曲目、本命ウォーク、40歳のスタート、これからが素敵に彩られる感じがして。大穴、黒田16歳、40になっても心はいつでも16歳、ってな意味でトラマジンなんですね、はい。ヨシリンはですね、ギリギリです。あ、これ読んだ、はい、ギリギラか、合鍵多いね、はい、こういうの。アイリンちゃんはセーバーソウル、はい、ね。アコちゃんハローハローハロー、初心か、ブルドック初心に帰ってスリルバカンス。なおちゃんは、ハローハローハローですね。イズショータイムと。これで始まったらすごいなと思うのは My Song For You、エリコちゃん1曲目からはっちゃけちゃえばみたいな感じでハバネロでユミちゃんはですね、遠雷が浮かんだのでピクニックかな、でもハローハローハローで、ありがとうございます、いろいろね。まあ、参考にさせていただきます。で、昨日、まあまあ全曲、曲順を、その前の週に何曲かピックアップしたものを、まあ、曲順じゃなくてこれやろうかなみたいなやつを、まあ、スタッフに渡してデータを揃えてもらったりとかしてて、で、昨日自分のちょっと考えたやつがあって、それをまあ言って、まだね、ちょっと監督とも話せてないので、はい、決められないんですが、ぶっちゃけ1曲目決まってないですいや、これかなっていうのもあるんですよ、あるんだけれど、まだ決まってないんだよね、まあ、全部、その他もそうなんだけど。で、今日、いろいろ昼間いろんな曲、自分の、ね、曲を聴いてて、まあ、イメージしながら考えてこれでいこうかなって思ってる曲があるんですけれど、まあ当たんないですよ多分。でもスタッフ、まあ監督含め、ね、みんなが「とかなったらちょっと却下されるかもしれません。それはさてはないです、それはさておきはないですけれど、やっぱね、ちょっとすごく緊張感のある中でやってみたいなっていうのも自分の中であったりとかして、まあ楽しみにしててくださいよ。で、あと先月もそうですけど、トリプル X、 先月というか前ね、あのリクエストとかこの曲聴きたいとかさ、で今日もらったこの聴きたい曲とかっていうのをちょっと参考にして、もう一回いろいろ考え直そうかなと思いますけどね。ただもうこの曲だけはちょっとやりたいなっていうのも何曲かあるので、でね、一個問題がありまして、えって思うかもしれないけど、俺もそうだそうだっていうふうになったのが、去年のバニラスカイツアーで演奏したのがクロックスなんですよね、新しい僕。
黒田バンドの皆さん、マニュアルスカイの曲を何曲かしか知らないんです。そうなんですよ。なのであの曲が黒田バンドで演奏されたらどうなるの、まさかあの曲もっていう風な感じも楽しみにしててください。ね、兄さんたちの重たいことであの曲を演奏したらえげつなくかっこよくなるんじゃないかなと思いますし、でも変な話、ギリギリ様とか知らないと思いますよ。やるかどうか覚えておいてね、はい、まずは練習です。ちょっと時間がね、なくなってきたのでもうこのまま行っていいですか。はい、お知らせですね。66ライブ、これになりました。渋谷ウエストで行います。40歳バスでぜひ皆さん来てください。そして77、川崎クラブチーター、ケアディーラッツプレゼンツ、ロックンロールバイキング、かっこいいタイトルですけれども、はい、黒田祭りをやりますので、楽しみにしててくださいよ。予約受付中です。チケットはですね、www.mk.com/77で、はい、チェックしてみてください。続々と出る人決まっておりますが、まだまだちょっとお楽しみのものもありますので、ね、まあ、全てはまだ公表できてませんけれども、ね、楽しみ。どうなるか分かんないですね。もう黒田祭りといえば黒田祭りなので、まあ僕らも、まあ、キャルディラッツですよね。でもクロックスも言ってしまえばそう、まあ、僕が総称して黒田バンドのキャルディラッツとか、なんかごちゃごちゃな言い方してますけれども、ね、黒田仲間ということで、いろいろ合わさって、ね、やってみたいなと思っております。はい、まあ、だその後、まあ、ツアーに出かける準備をしなきゃいけないのでね、はい、まあ、今年も頑張っていろいろライブをやります。そしてチャッピー見てますか、見てますか、ね、トリプル X3 7月にリリース、ね、今制作中なので昨日も連絡ありましたけれども、はい、よろしくお願いします。ひとりと、そして僕のアルバムをもっと後になるのですが、今作ってる曲をどんどんリリースしていきたいと思っております。次回 TV ファントムで聴かせられたらいいなーなんて思ってるんですけども、歌い入れも、ちょっとしたりとかして、ね、スムーズにやっているので、できる限り早くここで、聞いてもらいたいなと思うのと、あとはちょっとリリースの仕方とかもいろいろ変えてみようかなという感じの思いもあるので、その話とかもまた来月とかできればいいなと思っています。で、温泉イベント、はい、ね、6月7日、8日、甲府の方に、はい、昨日ミーティングしましたけれども、まあ楽しみですね。疲れを癒し行きたいなと思っております、ね。そしては来月、ね、この放送日にちいつですかね、まだ決まってませんか、はい、はい、ね、そうなんですよ。だから、まあ、この放送が、66間近だったというのと、来月の放送が77間近ということなので、できれば77ね、ロックンロールバイキングに出演されるアーティスト、せっかくスタジオも変わったのでお呼びできればいいなと思っていますよ。何人来れるか分かんない、みんな忙しいしね、えちゃんちゃんでこの構成ですね、みんなが見てるこのモニター上の絵が変わってないかもしれません。僕一人でまた話すかもしれませんし、せめてバビちゃんぐらいはバビちゃんも忙しいからね今ね。ねえ、ぜひぜひ、ねえ、せいちゃんとか来たら面白いよね。来るかな、どうだろう、ねえ、楽しみにしててください。で、次回の放送、まあ、決まり次第ちゃんとお伝えしますので、また見てやってくださいよ。そして、今夜の放送どうでしたか、レンズマンという場所で新しく、ね、放送しましたけれども、まあ、いろいろ最初の方、不都合があったりとか、声とかね、いろいろ問題があったりとかしてましたけども、僕自身は非常にね、前のスタジオより全然開放的で喋りやすい
ほんとしゃべりやすい、うん、なんか自分で作りやすい時間をねえ、はい、ぜひぜひ来月は仲間とこうなってしゃべれるように調整したいなと思っております。それでは最後ね、あ、今日もいっぱいメール送ってくれてありがとうございました、ね、写真もプレゼントしますので、それでは最後ウォークを聞いてお別れです。ぜひ皆さん66ライブ会場で会いましょう。バイバイ。
黒田道博のレディオファントム。